このキャリア誰選手？グランパス鹿島アザピア。ありがとうございます。相馬勇紀選手。グランパス京都サンガ鳥栖栃木ツエーゲン。あーフォワードの選手ですよね。はい。豊田洋平選手。ザスパ FC 岐阜モンテディオ山形アビスパグランパス。現役ですか？あ、現役です。もう現役最新のシンボルですよ。確かに2024から名古屋で活躍するであろうアビスパから来た選手。そういうことか。山岸選手。グランパスジュビロジェフ。あ、僕ユニフォーム買ったんです。この選手 J2 のベストイレブンに選ばれてまた活躍してるってあろう田口彩選手。ヒューゲルスグランパス。これは名古屋のゴールキーパーといえばもう一人しかいないですね。長崎聖吾選手。むずいかもしれないです。グランパスがかなり来る。ベルディコンサドーレ甲府。1990年代ってことですよね。90年代一番最初の